本日8月27日土曜日、日本時間朝4時過ぎにダイヤモンドリーグ男子 3000m 障害が行われました。日本からは順天堂大学3年生三浦龍司選手が、走りまして、なんと4着8分13秒06で4着に入られました。こちらの記録はですね、来年のブダペスト世界陸上の参加標準記録8分15秒00を突破するということで、非常に高タイムでね走り切りましたよね。そして三浦龍司選手、イーブンペース2分43秒、2分45秒2分45秒でまとめたということで、いい走りができたんじゃないかなと思います。順位もね、1000m は通過は10番、そして 2000m の通過は9番でしたから、そこからラスト 1000m で5番、5つ順位を上げたということでね、非常にいい走りができた、持ち味を発揮できたレースだったんじゃないかなと思います。1着でフィニッシュしましたのはモロッコのエルバカリ選手なんですけれども、ちょっとね、レベルが違ったというか、8分02秒で走ってますからね、非常に素晴らしかった、 2000m 過ぎから先頭に立った選手ですけれども、先日行われた、今年の夏行われたオレゴン世界陸上の 3000m 障害チャンピオンですからね、世界陸上初優勝を果たしたエルバカリ選手が今回のダイヤモンドリーグも制したということで、東京オリンピックもね、ケニアの10連覇を止めた、そんな走りをしたオリンピックチャンピオンでもあるエルバカリ選手がね、見事トップで走ったんですけれども、2番3番2着3着のエチオピアケニアの選手もオレゴン世界陸上決勝進出してる選手なんですよ。そんな選手たちに囲まれて三浦龍司選手走り切ったということでね、これは本当に素晴らしかったんじゃないかなと思いますし、来年につながったんじゃないかなと思います。1、2、3位の選手をねこれから紹介してまいります。1着でフィニッシュしましたのはモロッコのエルバカリ選手、8分02秒45ということで独走でしたね。2000メートル過ぎで先頭に立ちまして、もうそこから一人旅ということで、後ろの選手をね10秒近く、三浦龍司選手を10秒以上も引き離すということで、東京オリンピックケニアの10連覇を止めまして見事優勝を果たしました。オレゴン世界陸上今年の夏行われましたけれども、見事初優勝も果たしているモロッコの長身エルバカリ選手、ラスト400は56秒で走ってるんですよ。障害ありですよ、障害ありきで56秒で走ってるということで、世界にはね果てしないランナーがいるんだなというふうに思いますけれども、オレゴン世界陸上優勝を果たしたエルバカリ選手は見事ねダイヤモンドリーグを制したということで、素晴らしい走りでしたね。2着でフィニッシュしましたのはエチオピアのアマレ選手、8分12秒07ということで、まあ、前半からね三浦選手より前の方にポジションを位置してたということもあって、三浦選手もね追い切れなかったのかななんて思いますけれども、オレゴン世界陸上をね走っておりまして、予選3組1着で走ってます。予選3組といえばホンダの青木涼真選手が走ってましたけれども、あの組のね1着でフィニッシュした選手がアマレ選手ということで、ただ決勝はですね、ラスト250ぐらいでラストスパート合戦でね、巻き込まれて転倒してしまったということですけれども、世界陸上でも決勝に残るような選手、本当に安定して強い選手ですよね。そんな選手が三浦龍司選手と1秒差ということで、三浦選手がね今回いかにいい走りができたかということがわかると思います。3着でフィニッシュしましたのはケニアのレオナルド・ベット選手、8分12秒08ということで、同じくベット選手もオレゴン世界陸上に参加しておりまして決勝進出、ただ決勝ではね最下位でしたね。中盤一番苦しいところで転倒してしまったんですけれども、そこからねちょっと、まあ、消化不良になってきた感じはありましたけれども、いい走りをすることができたんじゃないかなと、今回ねいい走りができたなというふうに思いますけれども、そんなねもう本当に世界陸上のチャンピオン、そして予選1着のね選手だったり、オレゴン世界陸上で決勝に進出した3選手と三浦龍司選手がね戦ったということで、本当に面白いメンバーの中で三浦選手走り切りましたし、いい走りができたんじゃないかなと思います。まあ、今回4着ではありましたけれどもね、これで世界の決勝並びに入賞、そしてメダルというところもね見えてきたんじゃないかななんて思います。話は早いですけれども、来年のブダペスト世界陸上、三浦龍司選手、大いに注目したい、そんな風に思います。以上、